川崎市の等々力アリーナです。小学生バレーの日本一を決める第39回全日本バレーボール小学生大会全国大会が始まります。解説は日本小学生バレーボール連盟会長の工藤範夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では初めに開会式の模様をご覧ください。それではただいまより第39回全日本バレーボール小学生大会全国大会の開会式を行います。選手入場。男子女子そして混合の合わせて138チームの入場です。さあ工藤さん、各都道府県を勝ち抜いたチームが勢ぞろいしたわけですが、この舞台を目指した全国のチーム数というのも相当な数があったんですよね。はい、今年は男子が853、女子が3177、そして混合の部が660チームというふうになっております。で、この大会を目指す子どもたちがどん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 こう増えていってほしいなというのが私どもの狙いです。この大会は昭和56年に当時の日本バレーボール協会のリーダーであった松平康隆さんがバレーボールを通して子どもたちの健全育成を図りたい、で 国民的スポーツであるバレーボールをますます発展させようということで開いてきました。ただ近年少子化が進むにつれ男子女子単独チームで編成をできないという事態が全国で数多く発生してきまして、ルールも男女で同じ、比較的精査の少ない小学生段階では混合でもできるのではないかという発想で平成23年から計画し、33回大会でエキシビションで34回大会から実施しております。で、この数年間で3倍に混合の部が増えております。それによってこういった大きな大会に臨める子どもたちの数が増えているということですよね。はい、はい。さあ今年で39回目を迎えた全日本バレーボール小学生大会、新時代令和最初のチャンピオンはどのチームになるんでしょうか。そして小学生のどんな好プレーが見られるのか、この後非常に楽しみですね。はい、大いに期待しております。以上138チーム選手全員が勢ぞろいしました。全国大会は小学生バレーボーラーの夢舞台です。第39回全日本バレーボール小学生大会全国大会の開会を宣言いたします。この大会は勝つことも一つの目的ではありますが、それ以上に仲間と協力すること、相手を思いやるプロを大切にすることがスポーツの楽しみであり魅力だと思います。この大会からこれまで世界の舞台で活躍する代表選手を多数輩出してきました。選手の皆さん頑張ってください。僕も小学校1年生からバレーを始めて、この大会に3回出場しました。夢や目標に向かって頑張っていってください。まず皆さんは本当にまず夢を持つことっていうのが一番大事だと思いますし、その夢を叶えたいっていう願い続ける思いっていうのを強く持って毎日の練習もそうですし、試合に勝つために頑張っていってください。この全国大会で皆さんのご活躍を期待しています。誓いの言葉。今日ここに集まっているチームの皆さんも病気や怪我、豪雨などの災害、いろいろな困難を支え合い乗り越えて等々力アリーナに来ていると思います。そしてこの大きな夢舞台で思う存分楽しみ、一人一人が笑顔で勝利に向かって最後まで輝いてください。
バレー山 VC ボーイズ主将末広明成。以上で第39回全日本バレーボール小学生大会全国大会の開会式を終了いたします。選手退場。これから男子女子混合の決勝戦が始まります。栄光の優勝カップを手にするのはどのチームでしょうか。まずは男子の決勝トーナメント勝ち上がりです。2試合ストレートで勝ち上がってきた東京都の東京杉一クラブと、いずれもフルセットの試合を制した奈良県の片桐 VBC が決勝進出です。次に女子の決勝トーナメントの勝ち上がりです。共にストレート勝ちの広島県上黒瀬 JVC と、フルセットのゲームを2つ勝ってきた宮崎県の日南ラビッツバレーボールクラブが決勝進出。そして混合の決勝トーナメント、両チームともセットを落とさず、香川県の国分寺バレーボールスポーツ少年団と兵庫県の夢咲 JVC が決勝戦まで勝ち上がっています。全国の頂点が決まる等々力アリーナ、男子決勝は東京都の東京杉一クラブ対奈良県の片桐 VBC の一戦です。東京杉一は準決勝では広島県の八本松をセットカウント2対0で下し、予選から1セットも落とすことなく決勝進出。一方片桐 VBC は準決勝秋田県の横手ジュニアをフルセットの末振り切って決勝に駒を進めました。それでは両チームのメンバーもご紹介しましょう。はじめに東京杉一のスタメンです。こちらはオール6年生。2番森井義人、3番永井康晴、4番キャプテンの佐々木亮生、5番エースアタッカー楓厚道、6番滝本和也、7番大谷志音です。続いてサブのメンバー、8番寺田直人、レシーバーとしてはもちろんロングサーブも得意なチームに欠かせない存在です。9番野口智明、10番西川啓太、11番神保太陽、12番楓康則、13番中村優、ご覧の6人です。チームを率いるのは宇方真一監督、65歳就任30年目。次に片桐 VBC のスタメンです。6番辰巳一馬、7番西田伊吹、8番脇本雷夢、9番木戸幸太郎、11番小畑君と、12番キャプテン久下元樹です。下級生も2人入っています。続いてサブのメンバーもご紹介してまいりましょう。1番辰巳明、2番下野博人、3番松田智弘、4番荻野智樹、5番林田とは、10番山川宝、ご覧の6人です。チームを率いるのは河合貴信監督、61歳、監督28年目。さあ、この両チームの全国決勝での対戦はこれが4度目。注目の決勝戦、いよいよ始まります。左側、白とグリーンのユニフォームが片桐、そして黄色のユニフォームが杉一です。2セット選手の3セットマッチで行われます。解説は日本小学生バレーボール連盟会長工藤則夫さんです。さあ工藤さん、立ち上がりどのあたり注目してご覧になりますか。はい、両方とも本当に小学生バレーの東西の両横綱っていう対決だと思うんですよね。素晴らしいエースもおりますので、さあエースの打ち合いになるんじゃないかと思っております。さあ、その強豪対決が今始まりました。こちら片桐打ってきました、ブロック。もう一つ、ここもブロックからアウトになりましたね。片桐がまずは最初のポイントを奪いました。エースの小畑君、力強いスパイクですね。はい。さあ、そしてこの選手がその小畑君人です。ここは上げて打ってきた。5番は楓、高い打点ですね。そうですね、165センチ、この半年で身長が10センチ伸びたと聞いています。その楓厚道のサーブです。チームのエースアタッカーです。さあ、ここはボールが上がって
外、ここは奥、小畑君の足の長いスパイク、なかなかあそこのポイントはレシーブがしづらいところなんですね、はい、高い打点で下に落とさずよく打っておりますね。チームではセッターを務めています西田いぶきです。ここは上がらないか。ナイスサーブですね、サービスポイントと言っていいでしょうね今のはね、やはりサーブで非常にこう相手を押していくことができればそうですね、リズムに乗っていきますね。もうサーブが何よりの武器ですね、はい、またいいサーブです。ここはネット際、ここも楓です。決まっています。東京杉市の伝統的な攻撃なんですけども、ライトアタッカーを強化してライトからの攻撃が多いんですね、宇方監督の得意中の得意ですね。2番の森井です。お兄さんは U19 日本代表でも活躍をしています。今はなかなか珍しくなったラウンドハウスというドライブサーブです、はい、ここも奥に決まっています。決まってますね、ナイスレシーブですね。8番の脇本、小畑脇本、左右に強打のアタッカーがいる片桐です。まあ、序盤は一進一退というところでしょうかね、はい、4対2片桐がリード。辰巳です。堀井が上げて、ま、ここもライトからですね、楓君の決定率は高いですね、すごくね、どうしてもライトからの攻撃はレシーブのフォーメーションがちょっとなかなか練習しづらいもんですから、うん、決定率が高くなります。3番の永井です。ここも小畑2枚ブロック、これで4対4の同点、ね、東京杉市は非常にこう高さのある2人が立ちはだかりますね、はい、でこのサーブはロングサーブ長い距離を取ってますね、これも変化が大きくなかなかレシーブがしづらい、惜しいですね、今いいサーブだったんですけれどもね。5対4再び片桐が1点のリード。7点目にテクニカルタイムアウト、水分補給のタイムアウトがあるんですが、はい、そこまでどれだけリードできるかですね、こちらのチームは。脇本ライムのサーブです。ややクイック気味に打っていきました。なんとか帰る、さあここはチャンスになります。ライトでしょう、帰れ、帰れくん行きましたね、角度があります。今度はインナーに中に、すごいスパイクですね、さあ6番の滝本はジャンプサーブが得意、非常にサーブのバリエーションも豊富です ですね。レフト、小畑のスパイクを弾き返していった、もう1本、ここはブロック高いですね、高いです、ライト、今度はライト脇本ブロック、それでもブロックが素晴らしいですね、ステップがしっかりいって2枚割れないって言いますか、揃えてブロック飛んでますのでなかなか通らないと思います。東京杉市、楓、そして大谷、2人のブロックは強力です。さあもう1本ジャンプサーブ、すごいサーブにバラエティがありますね、非常に肩が強い、パワーを生かしたサーブですが、ここはわずかに外れて6対6です。序盤はまだどちらがペースを握るのかわからない展開ですね、まだ一進一退ですね。12番は片桐のキャプテン久下です。常に周りに声をかけて苦しい時にチームを助ける存在、ここも変化が大きいですね、打ってきた、初めてクイックですね、ですね、決まりましたね、大谷君ね、ずっと今ブロックがライトをマークしてますので、はい、あそこが空いてくるわけですね、そうですね。さあここで給水、ここで一つ、まあ、それぞれまず立ち上がりを見てどんな指示が出るかですね、はいはい、今のところは両方ともなかなかいい出来だと思います、はい、熱中症対策のためのこれテクニカルタイムアウト、この大会だけの適用なんですけどね、はい、東京杉市のサーブでゲームが再開です。先ほどはブロック、そしてスパイクも含めて非常にいい立ち上がりを見せている大谷です。脇本です、よく上げました、ライトに回り込んで、そして楓、楓君よく動いて打ってますね、打点の高さ、そして正確性、
両チームは普段から練習試合などでも交流があるという中で、はい、まあ、互いにもう勝って知ってる相手同士ですよね。もう両監督とも名将ですからね、はい、素晴らしいチームをいつも作ってくださいますね。片桐、VBC の河合監督、東京杉一の宇方監督、この2人はもう24年来の交流があるという話を聞いています。城戸、はい、がサーブを上げてここも変えていく、すごいすごい強烈です、はい、スイング綺麗ですね。はい、宇方監督もまさにこの半年で化けた選手と話していました、はい。これもオーバーハンドで横回転を加えるサーブなんですね。通称バナナサーブなんて言われてるんですが、なかなかレシーブしにくいサーブですね。ここはなんとかつながって立ち上がって取れません。いや、全身を使ったようなこのアタック。そうですね、河合監督は本当に大きいバレー、大きいバレー、将来につながる子どもたちということで、クイックなど使わないでオープン攻撃中心のバレーをいつも展開してくれますね。ここはなんとか楓のスパイクをつないでブロックが決まる。ナイスブロックですね。きっちり2枚小畑君についてますもんね、はい、ね。10対8と東京杉市が2点のリードをつけました。21点先取でこの第1セットを取ることになりますが、こういったもう一発勝負のトーナメント、第1セット大事ですよね。大事ですね。これがリズム。ここはいいブロック、いいブロックですね。いいブロック。片桐やり返しました。しっかり2枚、楓君につきましたね。11番の小畑、打ってそしてブロックもいい働きを見せています。両エースの打ち合いですね、まさに。はい、奈良県の片桐、西田のサーブから打ち込んでいく。ここはちょっとトスが今近かったですね、10対10の同点に追いついています。さあ半分過ぎました。ここからですよ。ここからここまでは両者譲らず10対10の同点。ナイスレシーブ、クイック、奥よく決まった。いや、素晴らしいですね、はい、大谷君のクイック効きますよね。ノーマークになってますもんね、今ね。やはり5番の楓君にマークがつくところで空いてくるんですね、そして森井です。巧みなトスさばきでチームをリードしています。いいサーブ見られてます。西田から大畑、ナイスレシーブ、なんとかつながっている。打ち込んでいく、高く上がってネット際、さあ押し込めるか。もう一方バタ、ここは奥にアウトになりました。その前のプレー素晴らしかったですね。レシーブが、弾いたボールをフライングで、ね、上げましたね。素晴らしいプレーだと思います。12対10、東京杉一2点リード。ちょっとリズムが杉一に流れかけてますね、はい、10対10の同点から、レフトでしょう。西田から脇本できた、よくレシーブしましたね。もう一本、さあチャンスボールになる。ここでエース、2枚ついてます、2枚ついてます、はい、ここは返します。速攻かライトか、速攻できましたね。大谷です。いやー、ここ一番でしっかり決め切ります。大谷、はい、やっぱり楓君がいる分だけブロック、センターのブロックはちょっと遅れちゃうんですね、はい、やはりですから、まあ、2枚こういう大砲といいますか ね、アタックがいると、はい、河合監督は13点でタイムアウトを取りましたね、はい、あと1点でテクニカルタイムアウトあるんですが、そうです、ね、やはり流れを変えたくない、ね、ここで持っていかれたくないという思いが強いんだと思いますね、はい、さあこの1点、オール6年生でこのスタメンは望んでいます東京杉一。森、このサーブが効きま す、 いいです、ね、はい、おまた、今のスパイクはいいですね、はい、みんなしっかり今の踏み込みが良かったですよね、はい、最後の一歩の踏み込みが良くて強いアタックを打てました。強烈なスパイク返すことはできませんでした。さあ追いかける片桐の辰巳のサーブから楓が打つ。楓君ワンタッチがあったようですね、ありましたね、ギリギリ、エース楓のポイント14対11となります。
ここでテクニカルタイムアウトです、はい、で片桐の方の河合監督の心情として、はい、タイムアウトの時もテクニカルタイムは普通で今水分補給してますけども、普通のタイムアウトの時は必ずベンチに子どもたちを座らせるんですね。あ、そうなんですね、で子どもたちを座らせてしっかり休ませて次へエネルギーを貯めると、そういう彼の心情ですね。監督だけが立っているというような。そうです、はい、メインは子どもだよっていう彼のポリシーですね。14対11、東京杉地3点リード。ここはエースを使う。おっと乱れましたけど、少し乱れたが返せるか。はい、さあいいラリーになっている。おまたよくつなぐ、クイックでいく。あ、やはりね、そこのマークがなかなか難しいですね。センターのクイックがね、7番の大谷のクイックが非常に生きています、はい、今は逆サイドからのトスで打ちにくいんですけれども、はい、それでもよくつなぎましたね。3番は永井です。親子2代で宇方監督の教え子と言います。ちょっと長かった。そうですね、じわじわとですが、東京杉一クラブがリードを広げて、はいはい、ここでタイムアウトです。ちょっと今片桐の方にミスが出てますので、ここは何とかしなきゃいけないですね、はい、ご覧の通り子どもたちが座っております。はい、そうですね、はい、もう一度リズムペースを変えることができるか、はい、片桐。一方東京杉一はこのまま第一セットを取って優位に進めたい、ね、今いいサーブを打ってますので、タイム明けのサーブっていうのは、得てしてミスしやすいことがありますので、このタイム明けのサーブをどう打つかっていうのも一つのポイントになると思います、はい、非常にこの大舞台ですが、選手たちが本当にこう試合にうまく乗れているというか入り込めてますよね。もうそれはもう宇方監督の手腕でしょうね。そうですか。東京杉一クラブは勝てば6年ぶり3度目の優勝、片桐は3年ぶり4度目の優勝がかかっています。17対11と東京杉一がリードを広げる。ちょっとトスが今短かったですね、短くて近かったということで、はい、さあタイム残っておりませんので、これどうするかですね。サーブを今いいサーブ入ってますよ。長井のサーブ、ここも乱す、はい、距離のあるところから、楓が行く、なんとか繋いでいる。粘り強いレシーブが持ち味というところですが、今の2段トスが素晴らしかったですね、はい、乱れたボールをしっかり、小畑君に上げていきました。ブロックアウトで12点目を取りました。点差が5点に縮まった。脇本です。大谷、そして小畑、ブロックがついている。ブロックですね。もう一本エースでいく。ブロックポイント18対12。本当にブロックの姿勢がいいんですね。綺麗な姿勢、2枚揃ってしっかり肩甲骨からグッと伸びているブロックですね。素晴らしいと思います。第1セットはその東京杉一がブロックでもリズムを作っています。そしてジャンプサーブの滝本、はい、ナイスレシーブ、はい、キャッチですね。あ、そうですか。セッターがちょっと入りが遅れて、ボールを持ってしまったという判定ですね、19点目が東京杉一に入りました。今日はたびたびいいサーブを見せている滝本。ここは上がった。小畑ちょっと離れてます。トスがライトでしょう。楓が行く、ネット際、もう一本変えて決まった。今のも素晴らしいですね。スタンディングでほとんど助走ができなかったんですけども、それでも打ち込んでいきますね。楓君の力素晴らしいです。ご覧のプレーです。20対12、東京杉地セットポイント。さあこのまま押し切って第一セットを奪うことができるのか。滝本、鋭いサーブだ。あー、素晴らしい。サービスエース。第1セットを取ったのは東京杉一。いやー、工藤さん、サーブとそしてブロック、そうですね、さらに両アタッカー、はい、いいところが出ましたね。本当に素晴らしいサーブ、はい、3人がドライブ系のサーブを打ってるんですね、それぞれバリエーションを変えて相手のレシーブを乱していると、そこが大きな
杉一の武器でしょうね。一方片桐 VBC としましては、この第2セット黄色の東京杉一に対してどういうところを気をつけながら、はい、そしてどういうところを修正して戦っていったらいいでしょう。まずサーブレシーブをしっかり上げることだと思いますね、はい、あとブロックされてますので、そのブロックをフォローしてまた攻撃いかにつなげていくかというのが課題だと思う、うん、ただ片桐は本当に粘り強いチームですので、はい、この試合でも準々決勝準決勝とフルセット勝ち上がってきてますので、まだまだこれからどうなるかわからないと思います。片桐はこの全国でも最多の過去3度の日本一に輝いているというチームです、はい、で実はこの大会でも第1回戦初戦で両チームが戦ってますよね。この両チームが当たってるんですよね。そうですね。でそれで杉一が勝ったんですけれども、はい、まだ分かりません。これは初日のブロック予選では東京杉一がストレート勝ちをしましたが、また決勝戦で戦おうという両チームの監督同士の約束も実現したこの大一番です、はい、クイックで行く大谷、高く上げました。このトスを打てるかどうか、はい、かなりクロスで打ち込んでいきました。ブロック決めた。片桐の方も、やはり大谷君をマークしつつ、はい、楓君にしっかり今2枚来ましたのでね、だんだんやっぱり攻撃に慣れてきていることは慣れてきていると思う。今はチーム最長身の西田のブロックが決まりました。クイック軌道が上げて小畑です、はい、さあどちら行くか、はい、バックトスから変えていいですね、いいですね。ブロックにここから打ち切れるか。西田から小畑入ってますね。入っています、はい、10対8、点差は2点。いいコースですね。相手のブロックをよく見ながら冷静に打っていきました。36回大会でもこれと同じことが起きましたね。ああそうですか。1回戦で当たって片桐は勝ち、決勝でもまた当たった、はい、その時は片桐が優勝したんですね。うん、杉一としては今年がリベンジのそんな思いがあると思います。宿命のライバル対決、いいですね、素晴らしい。ここも2枚ブロックが入っているんですけれども、はい、ブロックがちょっと低い方を狙ってますね、インナーに、はい、キャプテンの佐々木です、はい、また横回転のドライブサーブですね、はい、あ珍しい、ちょっとタイミング合いませんでした、はい、12対8、東京杉一は今大会まだ1セットも落としていません。さあチームのキャプテンの佐々木、ここも横回転ですね、はい、そうですね。おまたあストレートへ、今までなかなか打たなかったんですけどね、ストレートいいコース、ブロックの横抜いてますね。12対9と、また3点差に迫る。なんとかテクニカルタイムアウトの前に追いつきたいところですね、西田ここは2で返す。小畑が行く、ここもクイック、7番の谷、今も逆サイドバックトスからだったんですがいいですね、はい、いわゆる C クイックなんですね、はい、A と C 両方ありますからね。非常にボールタッチが柔らかいというセッターの森からのトスさばきも見事です。大きく振って小畑、ここは返るか返るか、ナイスレシーブ、返しました。西田からクイックでいく、中央決めました。先ほど合わなかったクイック、もうすぐ修正片桐してきてますね、はい、ここはキャプテンの久下です。守備の要であり、ここぞというところのクイックも得意、辰巳一馬です。高い身体能力の持ち主、ここも速い攻撃でいった、なんとか返した、はい、なかなか意表をついた2アタックですね、うん、相手の空いているスペースをよく見ていました、はい、両監督とも本当に子供と一体になって、子供たちの力をもう思う存分引き出してますね、素晴らしいと思います。小学生バレーボーラーの夢舞台、全国の決勝戦です。高い打点ですね、ここは強烈だ。楓厚道、まあ、宇方監督も話していましたけれども、とにかくこの楓の成長、ミスが少なくてトスが乱れてもカバーできるアタッカー、そうですね、空中の姿勢がやっぱりいいですもんね、あれはいろんなトスに対応できると思います。こちらが東京杉一クラブです。
過去は28回大会、33回大会で優勝。こちらが8回の、あの出場のうちに、もう優勝も2回、2位も2回、はい、3位もありますからね、名門中の名門ですね。片桐としましては3点差を追いかける、はい、でここから中盤から後半14点過ぎてからの連続得点というのはかなり勝敗に大きく左右さ、しますので、さあ片桐としては連続得点されないようにすることが大事だと思いますね。サーバー森井です、はい、幼稚園の時からバレーボールに親しんでいたといいます。小畑が行く、ここは返せない、はい、強烈です。決定力、小畑君のストライクは重たいんですよね、あのキレのあるっていうよりはちょっと重たいと、はい、ずしんとくるスパイクですので、レシーブに入っていても弾き飛ばされちゃうっていう、そういうスパイクですね。そしてこの脇本もパワーがあります。ナイスサーブ決まってますね。14対13、これで1点差、はい、さあここからでしょう。またゲームとしては分からなくなってまいりました。この第2セット取り返すことができるか片桐、1点差まで詰め寄ってきている。ベンチも必死ですね、みんな声出して。そうですね、一体です。ここはネットにかかった。15対13、再び東京杉市2点リード。3番の永井です。ガッツあふれるレシーバーです。コートの中では一番キャリアが浅いというふうに聞いていますが、とにかくいいサーブですね、乱れてます。取り込む姿勢が素晴らしい。ここは大畑が決めます、ね、いいコースですね。やはり大事なところで決めるのがエースですね。15対14、突き放されずに食らいついていく片桐。キャプテンの久下、連続サービス、ちょっとここは片桐らしからぬプレーが続きましたね。東京杉市としてはローセズしてポイントを上乗せして16対14、すかさず河合監督はタイムですね、はい、片桐がタイムアウトを取りました。さあ残りが東京杉市としてはあと5ポイント。そうですね、ここからですね、最後のさあここからの1点1点がどう流れるか、連続得点だけは絶対、連続失点だけは絶対避けたいところですね。このまま押し切っていくのか東京杉市、それとも待ったをかけるのか片桐。ここでまたサーブのいい滝本です。さあジャンプサーブ、あ乱れてます、いいサーブですね、はい、なんとか返す、うまい、ここはいいボール上げた、押し込んでいく、久下が上げて、小畑もう一本、どっちですか、後ろ、森井からバックトスから楓、まだまだまだ、ナイスラリー、長いラリーになっているが最後はブロックポイント。17対14、突き放しました楓のブロック。今のブロックも素晴らしいですね、手が前出てますね。さあまたジャンプサーブ、どうレシーブできるか、エースでいった、外奥に外れていきます。ちょっとトスが戻ってしまったんですね、はい、その分小畑君が打ち切れなかったです、大きいですね。滝本君のサーブで崩してますもんね。そうですね、サーブでいいリズムを作っています。これも乱れてますよ、少し小畑ギリギリいっぱい入っています。入ってますね、落とさずブロックに当てないで長いコース打ってますね。崖っぷちからの粘りを見せられるか片桐。4年生の木戸君、はい、3兄弟の末っ子、お兄さん2人はこの全国大会に出ています、うん、ここはしかし東京杉市19対15、高いですね楓君は、またしても楓です、はい、エース爆発。でもレシーブもしっかり返ってますからね、はい、ライバル対決、東西横綱対決、はい、バックトスから楓、ボールが上がって少し距離があるが小畑、森井からクイックでいく、
ここは片桐のポイント、19対16。ここで何か注意が与えられますね。はい、監督さんがちょっとゲームの中に入り込んでしまったようなので、はいはい、冷静にいきましょうということだと思います。よく、はい、一生懸命やってる監督さんに限ってよくあることですから、そんなに気にしなくてもいいと思いますが、はい、お互いにリスペクトしながら試合を進めてほしいですね。はい、仲の良い監督なので。小畑のサーブ、スーッと伸びていきました。いいサーブですね。ここは返すだけ、はい、さあ片桐はチャンスボールになる。エースの小畑、あ、いいスパイクですけどね今のは。はい、20対16、東京杉一はマッチポイント、はい、ちょっとブロックを避けた感じがありますね。はい、そしてサーブは安定感抜群のレシーブでチームを支えている佐々木亮成キャプテン。ここも4回転のサーブから小畑、ナイスレシーブ、楓よくつなぐ、あ、打ち切れるか、エースの打ち合い決まった。20対17、そう簡単にはセットを渡さない。小畑くんよく打ってますね、ブロックには触れていますが、さあ20対17、東京杉一はマッチポイントを迎えています。盛り上げて最後はクイックでいった、決めたのは7番の大谷。東京杉一クラブ勝ちました。6年ぶり3度目の優勝、しかも全試合ストレート勝ちの完全優勝です。東西強豪対決は東京杉一クラブに軍配が上がりました。いやー、工藤さん、東京杉一予選から隙のない戦いぶりで優勝を決めましたね。素晴らしいチームですね。もう攻守にバランスが取れてまして、でサーブ、バレキン飛んだサーブで攻めて、でレシーブもブロックを中心としながらフロアディフェンス、トータルディフェンスは素晴らしかったですね。それをまた今度両エースが決めていくという、本当に完成度の高いチームだったと思う。これはやっぱり宇方監督の指導の賜物ではないかなと思いますね。そして片桐 VBC も今大会本当に勝負強い戦いを見せてくれました。はい、片桐は今年本当に去年までのメンバーと総入れ替えで新しいチームだったんですが、よくぞここまで上がってきたなと、これもやっぱり河合監督の手腕だと思いますね。それでは優勝しました東京杉一クラブ宇方監督と佐々木キャプテンのインタビューです。子どもたちがもう4年生いや3年生の終わりぐらいから取るぞ日本一というふうに言っていたんで、いや、これは随分私にプレッシャーをかけてるんじゃないかなとは思っていたんですけれども、一緒に頑張ってこれてよかったな、子どもたちよく頑張ってくれました。やっぱり子どもたちっていうのは自分で何かをこう目標を立ててね、それに向かって努力をして、そして結果を残すっていう経験ってなかなかできないと思うんですけども、そういうことを経験できたので、きっと何かこれから先ね、どういう場面でも自分たちの目標に向かって頑張れる子たちになってくれると思います。小さい頃からずっと目標だったのですごく嬉しいです。今まで自分たちがやってきたことをちゃんと全員が出し切れたと思います。女子決勝、舞台は川崎市の等々力アリーナです。広島県の上黒瀬 JBC 対宮崎県の日南ラビッツバレーボールクラブの一戦です。上黒瀬は準決勝では香川県の興南バレーボールクラブを下し、準々決勝に続いてストレート勝ちで決勝進出。一方、日南ラビッツは準決勝三重県の二見バレー少年団をフルセットの末破って決勝進出を果たしています。それでは両チームのメンバーも見ていきましょう。はじめに上黒瀬 JVC のスタメンです。1番キャプテンの岡日和、2番宇津川由衣、3番高尾美咲、4番沖広小春、5番谷本明沙、6番香川咲穂。6年生4人、4年生2人という上黒瀬のスターティングメンバーです。続いてサブのメンバー、7番宇津川由愛、8番吉川由愛、9番鹿室小春、10番久保西愛、ご覧の4人です。
チームを率いるのは小林直樹監督44歳です。次に日南ラビッツバレーボールクラブのスタメンです。1番杉本理香子、2番矢野愛理、3番酒井優衣、4番黒木二子、5番角川有沙、10番キャプテンの熊本リリ。スタメンの中では角川が唯一5年生です。続いてサブのメンバーも見ていきましょう。6番味方舞香、7番畑中綾音、8番徳井らの、9番山村志音、11番平岡優奈、12番大田原舞也。チームを率いるのは山下真央監督63歳です。さあどちらも決勝進出は初めて、初優勝を狙う両チームの戦いが始まります。左側黒とえんじのユニフォームが上黒瀬、そして反対サイドが日南ラビッツです。2セット選手の3セットマッチ、解説は日本小学生バレーボール連盟会長工藤範夫さんです。さあ両者の戦い、注目ポイントどのあたりになるでしょうか。はい、今年はですね、例年ですと大きな子が1人160センチを超えるような大きなエースの子がいて、その子を中心にっていうパターンが多いんですが、はい、今年は両チームともやや小型、150センチ前後の子供を中心とした子供らしいバレーが展開されてますね。で両方ともレシーブが素晴らしいので、本当に拮抗した面白い試合になるのではないかと思っております。さあその中でまず先にペースをつかむのはどちらでしょうか。日南ラビッツ、打っていったのはキャプテンの熊本、ここも力強い1番の岡です。すごいですね、岡さんは身長145という好評なんですが、もっと何か大きく感じます ね。 そうですね、素晴らしいジャンプ力です。この岡日和がチームのキャプテンであり得点源、ここは少し伸びすぎました。小柄ながらチームの得点源という岡日和です。1対1、こちらが日南ラビッツキャプテンの熊本リリです。マクトスからクイックでいった、決まりました。早いですね、さすが広島のバレーですね。速攻を交えながら本当に早いバレーの展開が広島の特徴です。沖広小春が決めました。2対1と上黒瀬が1点リード、3対1とリードが広がります。上黒瀬 JVC の宇都川です。早い攻撃の起点になるセッター、すごいサーブですね。ここもサービスです。4対1、ネットスレスレのサーブですね。上黒瀬がまずは鋭いサーブでリズムをつかんでいる立ち上がり。あ、これもいいサーブ。向かい転のボール、返せるかどうか。返せない。5対1、連続サーブポイント。このぐらいのレベルになると、サーブを打ってから相手のコートをレシーブするまで1秒かからないぐらいの速いサーブなんですね。小学生バレーの場合には210グラムという軽いボールなので、変化も大きくなります。今はちょっとブレ玉みたいな形だったんでしょうかね。揺れてますね、いわゆるスライド系のサーブですね、さあいいサーブを連発している塚は、ここは繋いで熊本、素晴らしいですね。強烈です。もう熊本さんは155センチってことだったんですが、この豊かなジャンプ力、今大会でも5本の指に入るスパイカーですね。素晴らしいと思います。角川のサーブからマクトス、ここもエースが決める、あ、今はキャッチですね。キャッチがあったんですね。セッターがちょっとキャッチしたようですね、ちょっと入りが遅くなったかもしれません。上黒瀬にポイントが入っています。6対2です。2番の矢野が上げて、ここも熊本、いいコースですね。熊本さんの素晴らしいところは、先ほどはレフトから打って今センターから打ってるんですね、回りながら打ってるっていうことで、相手のブロッカーもなかなかマークしにくいと思います。日南ラビッツの杉本です。チームでは副キャプテンも務めています。ここは相手のブロックは弾くようにして、岡日和です。相手のブロックを利用したというかね、1枚ブロックをよく見ながらまっすぐ打たないでインナーに打ってますね。7対3と上黒瀬が4点のリードです。場内も両チームを応援する声がこだましています。
今大会は予選から6試合落としたセットはわずかに1という神殺せのサーブです。あ、またチャンスボール。そうですね、ここはなんとか返して、はい、少し乱れながらもネットにかかった。ちょっとトスが乱れましたね今ね、はい、7対4。神殺せは2度目の全国出場、日南ダビッツも2年連続2度目の全国出場、ね、神殺せもあのここ5、6年メキメキとチームを力をつけてきたチームですね、はい、小林監督のモットーでいろんなところから学ぼうという姿勢があるようですね、はい、特に神殺せの場合はチームでも一番大きい選手が4番の沖広、152センチですから ね、はい、素晴らしいですね。ここも決めます。小林監督も小さい子供でもやれるんだというのを見せてほしいと話していました、はい、一つ注目してほしいのは、神殺せの子供たちが膝のサポーターをしてないんですね。ああ、そうですね。他のチームはほとんどするんですが、それはどうしてかというとやはりあの足を使って、レシーブをするんだよという一つの証なんですね。愛に膝をつかないでっていう監督の思いがあるんだと思いますね。なるほど、いいラリーですね。そうですね、熊本、はい、ここもよく上げた4年生が上げました、はい、そしてオカーガッツポーズが出ました。力強いですね。今ブロックの内側、今もそうですが他の子供たちがしっかりブロックフォローに入ってるんですね、はい、5番の谷本は4年生です。いいサーブ、熊本が返す、内川が上げて少し難しい体勢から沖広、ネット際、熊本決める。素晴らしいですね、熊本さん、いろんなところからもう回り込んで打ってますもんね。はい、打点の高いスパイクが大きな武器です。3年生の時から主力だった選手です、はい、こちらが黒木です。気持ちの強さが光る選手。高い、いや強烈、145とはとても思えないですね。素晴らしいです。体重がよく乗ったスパイクでした。本当に切れ味が鋭い。この選手も4年生の香川です、はい、ここは叩きつけていったがアウトのようですね。アウトですか。ね、ストレートちょっと狙いすぎた感がありますね。チームでは4年生が2人スタメンに入っている神殺せ。内川からコモーカー、ここも今タッチネットがあったんですね。ですか、はい、ブロック岡さんに行こうとしたんですがちょっとタッチネットがあったんですね。いいサーブ、ここもか、素晴らしい。今なんかはもう第2球2アタックなんですね、で向こうから返ってくるボールを直接トスにするんですね。これはなかなか高度な技です。さすが広島バレーっていう感じですね。ここは非常にいいサーブで相手を崩している香川、早い攻撃を見せる、非常にセッターの内川もいいリズムを作ってますよね。本当ですね、セッターも素晴らしいですね。今のもジャンプトスですからね、はい、ジャンプトスで早い攻撃を合わせている。14点目が入ったところでテクニカルタイムアウトです。ちょっと一方的になってますので、はい、まだまだでも日南の力はこんなもんじゃないと思いますんで、ここはネットにかかりました、はい、タイム明けのサーブをミスしたので、今後さあ酒井さんからのサーブですね。内川からここは沖広を使ってきたブロック、あここもキャプテン。さあここからどこまでいけるか。今度は後ろから岡、ワンタッチですかね。ワンタッチありましたか、はい、神殺せのポイントです。さあその岡のサーブ全てにおいて大黒柱と、ちょっとミスをしてしまいましたけど、はい、ジャンピングをしてフローターを打つというジャンピングフローターサーブ、今のやっぱり子どもたちの間一番主流ですね。あ、そうなんですね、この子もジャンピングフローターサーブ、はい、あっとここがうまくつながらない。15対10、やはりこのサーブというのは一つゲームの中で鍵になってきますね、はい、連続ポイントですね。すごいサーブ、ここもです。ジャンピングフローターの利点っていうのは前で打てるってことですね、それからジャンプすることによって高さも出る、体重もかかるっていうことがありますので変化大きいです。ここも熊本またいいサーブ、なんとかつないで岡、
返せません。鋭いスパイクが今日は何度も見られています。まっすぐは絶対打たないですね。そうですね、ブロックをきっちり見て避けて打ってますね。空中の姿勢がしっかりしているから打てます。だからこそ相手を見る余裕が生まれるんですね、はいはい、16対12。さあ第1セット先に奪ってペースをつかむのはどちらか。うまくプッシュをしていった、はい、熊本難しい体勢、宇都川が上げる、ここも岡ちょっとフェイント気味に行きました。なんとかつながるネット際、起きろ、ここはよく追いかけたんですが帰りません。日南もよくリズムが出てきましたね、少し追い上げてきます。これからだと思いますね、中盤から。九州宮崎の日南ラビッツバレーボールクラブ、はい、2年連続の全国の舞台です。熊本、おー、いいコースですけど惜しかったですね。わずかにアウト。わずかにですね、本当に少しですね。今日は要所で早い攻撃も決めている沖広のサーブ、ここはサーブでもいいところを見せました。18対13。チームでは、岡の負担を減らす存在として非常にいい働きをしています、はい、ライトからのブロックと、ライトからのアタックで攻撃をしてますね。ここでタイムアウト、はい、日南としてはなんとかここで相手の勢いを止めたいですね。そうですね、このタイムアウトはいいタイムアウトだと思いますね、タイミング的にね、はい、さあこの後です。上黒瀬はこのセットを取るまではあと3ポイントというところ。日南が粘れるかどうか。沖広のサーブスッと伸びていった、矢野が上げて、ここも素晴らしい、真下に叩きつけるように、平行気味ですね、平行気味に。熊本さん素晴らしいですね。もうブロックがちょっと遅れてしまうぐらいトスが早かったですね。はい、少し距離を取ってからのこのサーブです。杉本、ここも真ん中から岡、なんという決定力でしょうか。さあでもここ、例えば上黒瀬が取ったとしても、このままで日南は終わりたくないですね、次のセットへどうつなげるかだと。あ、入りましたね、今いいコースへ。ここも熊本です、連続ポイントです。19対15、食らいついていきたい第1セット、はい、宮崎県は今年女子のチーム113チームが予選に出てますので、そうですか、113チームの代表ですね、激戦を勝ち抜いてきました。センター熊本、ここも熊本です。いや、決まっている、いいですね、素晴らしいコース、パワフルかつ本当に正確ですね、はい、やっぱり空中の姿勢がいいですから、相手のブロックが見えてますよね。素晴らしい選手だと思います。矢野です、伸びしろ十分の5年生です。ここは体重が乗っている、もう一歩上げてチャンス、さあチャンスボールになります。丁寧なトスから熊本決める、すごいな、これで2点差。先ほどはインナーって自分の右側に打ったんですが、はい、今空中でターンをして左側に打ってるんですね、もう素晴らしいと思います。非常にテクニカルです。これで2点差になりましたね、はいはい、日南の粘り、エースキャプテンの熊本が自分たちの方にペースを持ってくる素晴らしいプレーを見せています。クイックで打っていった、4番の沖広、これはうまい打ち方ですね、はい、今のは大きく肩を使わず、あの手首のスイングで打ってますね、はい、そして4年生の谷本、いいサーブ、谷本さんのいいサーブ、熊本よく上げた、そして沖広、さあ日南詰め寄れるか、熊本どうか、アウトです。アウトでしたね、今ね、惜しかったですね。上黒瀬が第1セットを取りました。いや、日南ラビッツもよく詰め寄りましたが、でもまだまだ分かりませんね、はい、第1セットは21対17、上黒瀬 JVC が取っています。日南ラビッツは準々決勝で東京駒沢、はい、うん、準決勝で三重の二見と両方ともフルセットを戦って勝ち抜いてきてますから、はい、これからまた粘っていくんじゃないかと思いますね。そうですね、第1セットを取ったのは上黒瀬、さあ第2セットはどんな展開になっていくんでしょうか。さあ第2セットは第1セットを奪われた日南ラビッツが大きくリードをつけている11対3、はい、
杉本のサーブから、いいサーブで乱してますね。ここは返すだけ。決めたのはどうか、反則があったようですね。キャッチですね。キャッチですね、はい、上黒瀬がポイントを奪ってこれで7点差。谷本、谷本さんのサーブ小さいけどいいですね。すごいサーブ、あっと近い、ネット際、ちょっと二段トスが乱れてしまいましたね、本当にいいサーブを打ちます。これで6点差と詰め寄っています。熊本、レシーブですね。もう一回、ちょっとここはトスが乱れた、そこを逃しません。上黒瀬、さあ追い上げてきましたよ、あ、ここでタイムですね、はい、点差が5点と縮まりました。日南ラビッツの山下監督はもう指導歴23年ということで大ベテランですので、はい、さあいろんなここからどう立て直すかですね。チームとしても今年は非常に選手主体のチーム作りを意識してきたということで、そうですね、選手たちが試合中に自分たちでポジションを動かしたり、はいはいはい、そういうこともできるみたいですね。もうきっかけは自分のお子さんがバレーをやったということで始めたんですが、はい、ですからここからのこの第2セット、日南ラビッツの修正力を見せるか。上黒瀬が奪う、ここも岡です。岡です、岡さんすごいですね、シャープですもんね。やはりここ一番というところでエースが決めます。はい、そして第1セットでも非常にいいサーブを見せていました。5番の谷本ですから、ちょっと、ちょっとネットをかけちゃいましたね。そうですね、さあここからですよ、中盤からどうなっていくか、はい、現在12対7、日南ラビッツ5点リード。第1セットを失っているだけに後がないというところですが、上黒瀬点差を詰めていく。非常にいい動きをここまで見せている4年生コンビの一角の香川。あ、いいサーブ、ちょっとトスが近い、はい、熊本、素晴らしいですね、今のはすごい、すごいすごいすごい、真下に叩きつけていきました、はい、熊本さんはプレーだけではなくてこの大会でグリーンカード、フェアプレーをすると与えられるグリーンカードも2枚ももらってますからね、素晴らしい選手だと思いますね。そのあたりも周りを見る余裕があるからこそのものなんでしょうかね、はい、矢野が上げて熊本、今のも今度ターンして打ってますね、はい、グリーンカード出てますね、ここでグリーンカード、はい、今は非常にいいマナーの、はい、そうですね、この大会では、はい、あの競技だけじゃなくて選手村でも素晴らしい行いをした子どもたちチームにはグリーンカードをして、はい、良いプレー良い生活を奨励しております。今は何に対してのグリーンカードで、ワンタッチをして私はワンタッチをしましたよということで、あ、もう速やかに審判に知らせたと、はい、はい、私がしましたということですね。日南ラビッツの黒木です。粘り強いレシーブでもチームを救っている選手ですが、ちょっとこのタイムアウト明けのサーブミスは嫌ですね、嫌な気分ですね。この後どう一本で切り返せるかですね、日南ラビッツとしては。ここはチームの大黒柱岡日和、やはりこの前のプレーがちょっと引いてるかもしれませんね。サーブでポイントを奪いました。さあもう一本、岡さんのネットギリギリのサーブ、強化してきました、チームとして力を入れてきたサーブです。熊本よく上げる、その岡ブロックに当たってアウトですね。アウトですか、はい、ネットのようですね、今のはね、ネットに当たったんですね、はい、15対10、日南がこれでリードをさらに広げる。酒井です、九州ナンバーワンのレシーバーと、素晴らしいサーブですよ、山下監督も評価をしていますが、サーブもいいところを見せています。角川が上げて熊本が打つ、いいナイスレシーブ、なんとか返した。矢野からここでエース決まった。やはりレフトへの平行気味のトス、早いですよね今のもね。そうですね、ブロックがついていけないということでね、やら決まる確率高いですね。しかもラインギリギリのところに決めていきました、ね、ストレート打ちましたね。さあこの第2セットは後がない日南ラビッツが7点リードという形で入ってますね、はい、小林監督もここではこれ以上離されたくないですね、はい、
酒井です。お子さんの離れたアタックをノーですね。今のはフォアコンタクトですね、はい、あのネットを越えなかったってことですね、昔はちょっと言う前のオーバータイムスっていう。18対10、日南が大きくリードをつけています。ここは熊本ではなく1番の杉本を使っていった。うまい、ネット際よく押し込んでいった。ここは相手のブロック見てます、はい、ネット際の難しいボールよくプッシュで入れましたね。そして内川です。低い弾道から落ちるサーブが持ち味、急激に進んでいきました。しかしそれをよく返しています。岡、この腕の振りの強さ、早いですよね、スイングが。18対12、少し点差を詰めてきました。上黒瀬、熊本決まる。もう両エースの打ち合いですね。そうですね、両エースの打ち合いになるっていうことは、はい、やはり両方ともレシーブがしっかりしていること、でトスが上がっているからこそ両エースの打ち合いになるんですね、はい、しっかり自分たちの一番いい形が出せているということですね、はいはい、本当につまらないミスがないですね、両方とも。回り込んだ、早いライトから打ってきた。4番の沖広が本当にここぞというところで決めるんですよ ね、 うすね、もう目立たないけれども素晴らしい選手ですね、はい、要所でポイントを奪っていく沖広、なんとか相手コートに返した。上黒瀬、ここはブロックポイント、20対13。しっかり、はい、あの 2枚ブロックいきましたね、岡さんにね。熊本です。日南ラビッツセットポイント、セットカウント1対1に戻すことができるか。サーブで崩して、さあチャンスボールになる。熊本が打つ、決まった。21対13、第2セットを取ったのは日南ラビッツバレーボールクラブ。全く分からなくなりましたね。そうですね、さあこれでフルセットへと突入です。第3セットは最初の5点がとても重要になりますね、第3セットは15点先取ということになるんですよね、はい、だからこそ入り先にペースを握った方が大きく有利になります。さあ5対5、ここからですね、谷本さんのサーブ鋭いですからね。今日は非常に4年生の2人がサーブレシーブでよく頑張っています。上黒瀬、目立たないですけど今のレシーブも膝つかないんですね。ああそうですね、ここは難しい体勢から、もう1本、うまいですね、ここもフェイント気味に行く。熊本ナイスブロックに当てて、はい、6対5、日南ラビッツがリードを取りました。ジャンプ力がありますから空中で見えてますね、ブロッカーね。そうですね、矢野です。ここも打つ、熊本、あーエースの打ち合い、はい、チャンスボール、岡が相手コートに、そしてここも熊本、早い矢野から、ここもエースだ、すごいレシーブ、いやー見事なレシーブです。高尾美咲、これはチームを救うレシーブでしたね。もう岡さんが決めたんですが、その前の高尾さんのレシーブの1点と言ってもいいでしょうね。これはそうですね、一つレシーバーが流れを引き寄せるような素晴らしいプレーを見せてくれました。そしてサーブは4年生の香川です。チームでこだわるレシーブとサーブで貢献する4年生。ここからまた岡さんですかね、離れたトスを、はい、非常にエースの打ち合いです。いいラリーが続いています、はい、丁寧に上げて、そして岡、うわー今のもブロックアウトですね、弾いてますもんね。7対6、上黒瀬が1点リードとしました。今大会目標はベスト8だったというふうに監督は話していましたが、その中で決勝まで進出して現在セットカウント1対1。小さいこのレシーブ素晴らしいですね、岡、酒井が上げて、熊本ちょっと乱されている。7対7、でも今のもボールに行ってますからね、あの上黒瀬の子供たちは膝をつかないでボールに行って弾いちゃってるって言いますかね、
その辺をまた次へつながりますよ、杉野君。8対7、ここでコートチェンジですね。このコートチェンジでどう流れが変わるかです。第3セットは15点先取。さあここから後半という形になりますね、はい、この第3セットのこれはミスをしないことがまず何よりですね、大事ですね。どちらが勝っても初優勝。5月には招待試合で一度対戦をしているということで、はいはい、その時もフルセットに持ち込んでと、はい、本当に同型のいいチームですね。うん、もう This is a 小学生バレーって感じですね。5月は日南ラビッツが勝利を収めたというところですが、さあこの全国の舞台ではどうでしょうか。ここもしっかりと返す。アウトです。アウトですね。8対8。さあここからですね、つまらないミスをしない、はい、早い。ここはいないところにうまく落としていきました。いやこの大木博効いてますね。そうですね、ライトの攻撃うまいですよね、今のフェイントをポンと落としていくっていうね。ですから岡でいくんですけども、はい、岡さんに目いっちゃいますからね、はい、ここは奥を狙ってなんとか返していった。岡が打っていく。10点目が入りました。素晴らしいですね。アンダーザーみたいに2段トス、はい、ネットから離れてるのをあれだけ打てるんですからね。本当に素晴らしいと思います。上黒瀬が2点のリード、はい、ここでタイムアウトです。さあ第3セット、残りあとここからどちらが持ち味を発揮して勝ちをものにできるかどうか。そうですね、もうここからは両エースの打ち合いになっていくと思うんですよね、はい、もう根比べという形になってくるんでしょうかね、はい、上黒瀬は小柄な分粘りとスピードが持ち味。日南ラビッツはエースでキャプテンの熊本を中心に要所に好プレイヤーが揃っている、はい、決勝にふさわしい見応えのあるゲームになっています。打っていった、力強い、ね、インナーへすごいアタックですね。もう熊本さんはキャプテンシーもありますもんね。そうですよね、チームのリーダーとして下級生の時から3年生の時から大舞台を経験しています。ここは右を使っていきました、うん、沖弘。さあこの1点ブロック。4番の沖弘いいブロック、今1枚ブロックですよね。すごい、そうですね、このブロックはちょっと大きいですね。早い攻撃、そしてブロックでのポイント、ここぞで光っています。さあその乗っている沖弘さんのサーブですね。そうですね、熊本アウトですか。12対9ちょっとラッキーガール的ですね、沖弘さんが今。そうですね、はい、ブロックサーブ、ここへ来て上黒瀬が連続でポイントを奪っています。これもいいサーブだ、サービスエース。13対9、何かここへ来て上黒瀬がぐっと自分たちのペースに、ね、はい、ここでの3本連続ですからね、ここは上黒瀬がマッチポイントまではもうあと2つというところまで来ています。ナイスタイムだと思いますけどね、この沖弘さんのサーブをどうレシーブしていくか、そしてエースの熊本さんにどうトスを上げていくかだと思いますね。そこは分かれ道ですね。ここは互いに初優勝を狙う決勝戦、小学生バレーボーラー目標の舞台で令和最初のチャンピオンが決まります。沖弘のサーブ、ここはちょっと伸びすぎた、ちょっと狙いすぎましたかね、はい、意識。13対10、でも笑顔がありますね、子供たちの顔にね。第1セットは上黒瀬が取って、そして日南ラビッツが第2セットを取り返して、お母さんフルセットに入っています。なんとか帰る岡、2枚ブロックいってますね、2枚目、さあ今度は熊本、あートス乱れた、どうか、なんとか返して、2アタックで矢野から熊本、決まっています。先ほどブロックされたので、今度はしっかりターンをして打ってますね、センターから。さあこの1点、頼れるオールラウンダー5年生の角川がサーブを打って決めます。14対11、さあマッチポイント、うまいですね、恐るべき決定力です。そして6年生の高尾、
このサーブが決まった。上黒星 JVC 勝ちました。2度目の全国大会で初優勝。フルセットの呼ぶ白熱の決勝戦を制しました。小柄なチームが持ち味を生かして全国の頂点に立ちました。不動さん、第3セットまで及んだ決勝戦ですが、競り勝ちました上黒星、いかがだったでしょう。素晴らしいですね、はい、これはあの全国の小学生バレーボールに小さくてもこれだけできるんだっていう、はい、良いお手本になったのではないかと思います ね。 そうですね。本当に両チームとも素晴らしいと思います。非常に粘り強くてスピーディーでした。そして日南ラビッツも第2セットを取り返して粘りを見せましたよね、はい、もうあの今回は上黒星が勝ちましたけれども、はい、両方とも雌雄つけがたいといいますかね、素晴らしいチームですね。ですから5月の招待試合の時は日南ラビッツが勝ったんですけども、はいはい、今日は上黒星がリベンジ成功をやり返したという形になりました、ね、はい、第39回全日本バレーボール小学生大会女子は広島の上黒星 JVC が優勝に輝きました。大会を通じて磨いてきたスピードと粘りを見せて初の全国優勝。さあ、それでは喜びの声を聞いてみましょう。よっしゃー、ありがとうございました。もう今日はサーブもアタックも守りからも全員で攻めていこうってずっとかけ声をかけながらやりましたので、それが実ったと思います。目標にされると思うんで、もう負けない、しっかり自分たちのバレーをこれからもやりきれるように頑張ってほしいです。とっても嬉しいです。喜び方とかサーブだと思います。結構相手のアタックとかが取れてなかったし、取れてた時が多かった。レシーブがしっかり拾えてアタックが全部決まるような選手になりたいです。男女混合の決勝戦を控えた川崎市の等々力アリーナです。香川県の国分寺バレーボールスポーツ少年団と兵庫県の夢咲 JVC の一戦です。国分寺は準決勝で奈良県の大和 JVBC を下し、準決勝に続きストレートで決勝進出。一方、夢咲は準決勝滋賀県の比叡平をストレートで破って決勝進出を決めています。それでは両チームのメンバーをご紹介してまいりましょう。はじめに国分寺バレーボールスポーツ少年団のスタメンです。こちらはオール6年生です。1番キャプテンの岡田柚子、3番木戸聖羅、4番南條花美、6番柏見千花、7番松本優、12番原博人、身長171センチです。続いてサブのメンバーです。2番親環奈、5番橋本ひな、11番山口蓮斗の3人です。チームを率いるのは金井正夫監督、64歳です。続いて夢咲 JVC のスタメンです。1番国光沙恵、3番池田博夢、4番坂下日向、5番キャプテンの池田海進、7番坪田春人、8番井上大賀、3番の池田博夢と5番キャプテン池田海進、そしてベンチに入っている10番の池田光輝、この3人は兄弟です。続いてサブのメンバーです。2番西川修馬、6番川間樹、9番清瀬健、10番池田光輝、ご覧の4人がベンチに入っています。チームを率いるのは池田隆監督、42歳です。さあ、初優勝を狙う両チームによる決勝戦がいよいよ始まります。2セット選手の3セットマッチで行われます。国分寺は男子が紺、女子がえんじと黒のユニフォーム、夢咲は黒とピンクのユニフォームです。解説は日本小学生バレーボール連盟会長工藤範夫さんです。工藤さん、この決勝戦見どころどのあたりでしょうか。そうですね、両方ともよくここまで勝ち上がってきたと思います。170センチを超える大エースの原君率いる国分寺と、低身長ですけどもレシーブを中心とする夢咲がどう戦うか、面白い試合になると思います。
その中で立ち上がり、まず最初のポイントを奪ったのは、すごい高いですね、国分寺の原です。その原のサーブです。男女混合決勝戦、打っていった、決めたのはキャプテンの池田海心です。工藤さん、身長は大きくないですけど、とてもシャープですよね。そうですね、この選手はお父さんが監督なんですね。そうなんですね。でコーチでいる方がおじいちゃんなんですね。じゃあ親子3代で同じチームでプレーをしていると、はい、ここはネット際の競り合い、南條のポイントになりました。2対1、国分寺が1点のリードです。原くんは171センチ、1センチなんですけども、はい、もっと大きくなってるかもしれませんね。あ、そうですね。こちらが松本優です。非常にこの選手も身体能力が高い。高く上げて、ここもキャプテン打っていきました、はい、ただ原のブロックは相手にとっては嫌でしょう。ここも角度がある。よくレシーブしてますね。でも夢咲打ち返して、また原できた。ここは兄弟のホットライン、素晴らしいですね。決まりました。池田博夢から池田海心。博夢くんのハンドワークっていうのはもう本当に素晴らしいですね。はい、5年生の弟、そして6年生、こちらがキャプテンの池田海心。原くんですね。ここも原です。奥を狙ってタッチがある。3対2、国分寺が1点リード。少しぐらいトスが乱れても上から叩きつけてますもんね。素晴らしいですね。金井監督もバレー歴は半年、はい、でもまだまだ成長段階で本当に楽しみな選手と話していました。ここはストレートに打ってきたが、あ、ちょっとアウトですね。はい、4対2と国分寺が2点のリードです。金井監督はもう女子のチームで30年以上の指導歴があるんですね、で常にこう四国大会ではベスト4に入っている、はい、もう有名な指導者なんですが、今回は混合と原君を入れて混合ということで、全国大会に出てきましたね。国分寺の場合はその混合の部に参加するのが今年初めてで、決勝までいきなり来たという、はい、そうですね、素晴らしいですね。こちらは夢咲の先ほどから素晴らしいプレーを見せているセッター5年生の池田博夢。博夢君のサーブ、ジャンピングフローターでコーナーギリギリです。そうですね。ここで原、決まる。ブロックをもうものともしませんね。そうですね、すごい。今年170センチを超える選手が 5,6 人だったんですが、その中でも原くんはもう優秀な選手の一人ですね。はい、ここは原の頭越しに少しコントロールして狙ったようなボールになりました。やはりブロックで170センチ台の選手に飛ばれると非常に迫力があるでしょうね。それをかわしていくテクニックには、テクニックが池田さんにはあります、池田君にはありますよね。はい、南條が上げて、ここも原がレシーブ、ナイスレシーブ。そうですね、ナイスレシーブ。そして池田海心、だから今のもう本当は乱れたレシーブを、この池田君の弟の博夢君は大変難しいんですけども、よくセンターに上げてますよね。そして強烈なスパイクを上げた坪田のレシーブ、見事でした。そうですね、もうナイスレシーブです。これもサーブで崩して、はい、原で行く、ちょっとタイミング外してきた。6対6 高いですからね、フェイントも効きますね。そうですね、このあたりは強さだけではなく非常にこの巧みなプレーを見せていきます。はい、キャプテンの岡田柚子です。国分寺チームのまとめ役、高い決定力も誇るアタッカーでもあります。夢咲としても原の頭を越えるボールを選択してきますが、ここはネットに当たって、もう一度です。よくつないで返す、ナイスレシーブ。ここもまだ上がっている、ちょっと反則があったようですね。はい、7対6、一進一退ですね。国分寺のエース原に対して夢咲もそれを拾うんですから、すごいですね。そうですね。さあ最初のタイムアウトです。両チームのご家族、チームの関係者の皆さんが場内をこのように盛り上げています。はい、夢咲のベンチには池田兄弟の三男の浩輝くんもいるんですね。そうですよね、もうバレーボール DNA ですね。はい、さあ7対6、夢咲1点リードで
坂下ヒューナのサーブからポイントにつながりました。8対6、相手を崩せるサーブを持っています坂下。ナイスサーブですね。ここも伸びがある、連続ポイント。ここはサーブで流れを引き寄せる。芯をしっかりとヒットしてますね。はい、ああここもです。しかし何とか勝った。原が打つ。しかし夢咲はよく今日拾っている。さあ立て直せるか。広ぐから、そしてそこでいった。もう一度、今度は兄弟でいく。目立たないですけども、この5年生の坪田君のレシーブ、はい、素晴らしいですね。チームのムードメーカーであり俊敏な動きの持ち主、はい、しかし池田ひろむ、池田海心のこの2人は何かあうんの呼吸を感じますね。そうですね、ベンチにいるコーチの池田聡さん、おじいちゃんになるんですが、長年女子の監督をずっと務めてまして、はい、全国大会にも5度ほど出場してますね。夢咲はもともと女子の強豪 で、ね、一度解散してるんですよね。はい、2016年に一度選手が不足して解散してたんですけれども、また2017年に再結成をして今日に至っておりますね。高いですね。ここは上から叩き落としていきました。でも落としませんね。そうですね、まだつながっています。ここも腹を使ってくる。まだ落とさない、徹底してエースでいく。今度は決まった。10対7。いやここはもう原にこだわっていきました、ね、原くんのいい時にやっぱりバックスイング、後ろへの腕の振りがとても鋭くて大きいですね。カシタミです。基本に忠実なプレーをするチームでは非常にレシーバーとして貢献をしている選手です。坪田です。今日はスーパーレシーブが目立っています。そうですね、レシーブすごいですね。ノーブロックをレシーブしますからね。はい、ここは原のやはりスパイクのスピードがあります、はい、ネットから少しぐらい離れてもコースをしっかり打ち分けてますね。はい、さあその原のサーブです。ちょっと狙いすぎましたかね。はい、いいサーブですけどね。12対8と夢咲がここまでリード。井上大河、威力のあるサーブも武器になっています。ああここはそのサーブでポイントを奪いました。かなりサーブ練習をしているでしょうね。ネットギリギリの鋭いサーブ、ね、ジャンピングフローターですね。ここも連続サービスです。夢咲の場合は高さがない分どう勝機を見出すかというところで、はい、サーブとサーブカットが命だと徹底してきました、はい、ただ強打、原くんの強打に対してもレシーブしっかり上げてますからね、であとは池田兄弟で勝負と、はい、なかなかパターンが決まってますよね。うん、とにかくどんなボールも拾っていくという球際の粘りがあります。さあここからこの井上のサーブが効いてますよね。ですね、あっとここはネットにかかりました、はい、まあ、タイム明けのサーブなんですね。ここ気をつけなければならない。大にしてタイム明けのサーブはミスをしがちなんですけどね、はい、松本です。落ちるサーブです。繋、はい、いでいけるか。あっと逆を突かれた。今のも高さ、原くんのスパイクがイメージありますからね。どうも、強打に構えてしまいますね、はい、さあもう一本松本です。ここは夢咲が返して原で行く。うわ素晴らしい。14対11。もう原のところに上がれば間違いないというぐらいの信頼があるんでしょうね。原君のところにしっかり上げているセッターの南條さんも素晴らしいですね。そうですね、ここもさあ伊藤さん兄弟のホットライン、うまい。ここも池田海心、原ネット際、うまい。高いですね。そうですね、高い。あれは普通の選手はなかなかできないですね。はい、もう原しか触れないところでしたね、
国分寺が工藤さん点差を詰めてきましたね。そうですね。池田博文から池田快進、やはり14点のテクニカルタイムの後ですね、はい、リズムがちょっと変わってますよね。一度ゲームが切れた後、はい、ここはフェイントが決まった。鮮やかでした。快進のフェイントですね。はい、相手のブロックをよく見てフェイントや、そしてあの角度をつけたスパイクもこの選手うまいんですよね。はい、シャープですね。はい、南條が上げて原です。あ、これは高い。決まったところももうコーナーギリギリです。はい、先ほどからクロスへ打って坪田君に何度かレシーブされてますので、はい、今度はストレート側ストレート側って打ってますね。これ考えてますね。ヒロムから会心、これもストレートブロックの低い方、原君の方には決して打たないっていうね、はい、両エースが躍進。うん、それにしても5年生のヒロム君のトスワークは素晴らしいですね。ハンドリングといい、はい、相手の穴をつくプレーもできるとお父さんでもある監督は評価していました。ナイスサーブ。ここも波乱のところに上がる。ここはネットにかかった。はい、ちょっとアンダーハンドの2段トスが乱れましたね。はい、17対13。さあここですよ。ここで流れをどう、はい、国分寺はもう1点2点追いつかないときつくなっちゃいますね。夢咲は6度目の全国大会で悲願の初優勝なるか。いいサーブ、もう落ちてますね。落ちてるんですね。18対13、タイムアウトです。はい、夢咲 JVC は予選から7試合ここまでオールストレート勝ちで決勝に進出しています。一方国分寺も落としたセットは7試合中わずかに1、はい、ほとんど両チーム完璧な勝ち上がり。夢咲は準決勝で、昨年優勝の比江平を激戦の末破ってきてますからね、自信にはなってると思いますね。やはりそういった大会の中でも成長ができるんですね。はい、18対14と点差が縮まりました。さあこのサービスがどうなるか。木戸セイラです。コーナーを狙うサーブが得意です。いいコースですね。ここはまさにその持ち味が出ました。うわ、今ウォッチしたんですが、はい、入ってましたね、レシーブがね。19対14、ここは夢咲のポイントです。ちょっと国分寺ではアンラッキー。はい、そして国光です。ポーカーフェイスで常に平常心というこの国光。ここは国分寺再び4点差にする。はい、ここでサーブがちょっと2本連続ミスしましたね。はい、さあこれチャンスと見てメンバーチェンジですね。はい、親カンナ6年生です。金井監督は元気で雰囲気を変えられる存在と、はい、この親を試合の中で要所要所で投入していきます。さあ親さん頑張ってほしいですね。いいサーブを。ジャンピングフローター。ここは非常に鋭いサーブではあったんですが、ネットギリギリを狙ったんですけどね。はい、20対15、夢咲セットポイント。坂下、いいサーブ。坂下のサーブは非常に今日効いている。原、あ、高い高い。これで4点差。はい、力強く、そして打点が高く、やはりサーブレシーブがしっかり上がると、南條さんもいいトスを上げますのでね。そうですよね。原君は思い切って打つことができますね。カシタミです。ドロンと落ちるようなサーブを持っています。オーバーでカットした。いいトスだ。ここはキャプテン。さあ原くんか。原が行く。20対17。いやー、坪田もよく反応していましたが、でも坪田くんのさらに内側ですよね。そうですね。なかなかあのインナーにはなかなか打てないんですけどね、小学生は。ここは夢咲がセットポイント大手というところでちょっと足踏みしてる状態ですね。そうですね、はい、もうリラックスリラックス。逆に国分寺が点差を詰めて3点差。さあこのサーブレシーブですね。サーブとサーブレシーブで決まるでしょう。柏谷千花、あったー、おっと乱れた。これで2点差、詰め寄ってくる国分寺。夢咲はセットポイントを迎えてから逆に相手に連続ポイントを奪われている。大事な第1セット、国分寺が点差を詰めてきている。サーブで攻め切ることができるか。はい、奥を狙ってネクト際、ここも返らない。
やっぱりサーブですね。そうですね、今のもサービス成績ですからね。サーブでも完全に崩してますね。いいサーブ、樫谷さんのサーブ見事ですね。見事ですね、伸びてますね。ぐーんと手元に来て伸びてますので、はい、ここはたまらずタイムアウト。さあもう一本いいサーブが決まるかどうか。入れに行かないで攻めていくといい、面白いんですけどね。一気に点差を詰めてきている。あっと、ここはネットに当たった。21点目が入りました。第1セットを取ったのは夢咲です。残念ですね、今のは、はい、あの意図的に前を落とそうとしたんですね。あ、なるほど、紙一重のサーブですね。しかし樫谷の見事なサーブで点差を詰めて、はいはいはい、非常に惜しいところまで行きましたが、第1セットを奪ったのは夢咲 JVC です。はい、今の後半の追い上げが2セット目にどうつながるかですね。ですからセットは奪われたんですが、簡単に終わらなかったということが次につながってくるわけですね。ですから取られてもその後半の17、8点からどれだけ追い上げれるかっていうのは次のセットにつながりますからね、はい。令和最初の小学生バレーボーラーの頂点が今日決まります。男女混合決勝戦第2セット、第1セットを取ったのは夢咲 JVC。 いつものように側転をして試合に入る国分寺、このチームのルーティンなんです ね、これね。バランス感覚を養うためにいつもの練習から行っているそうです。この井上もいいサーブを持っています。ここは奥を狙ったんですが外れて国分寺が最初のポイント、うん、積極的に攻めてます、ここもネットにかかって1対1、はい、いやどうせ出すとあのアウトのミスの方がまだね、まだ次へつながることが多いですね。はい、キャプテンの池田海心、はい、ああここは連続としてちょっとサーブちょっと緊張気味ですかね。はい、出足、ああここは鋭く落ちていった。いや今のは返すの難しいですね。もうナイスコースですね。はい、ジャンピングフローターで、高いところから変化させてますよね。さあ松本のサーブです。まあ、あここはちょっと伸びていった、はい、3対2。さあまだ両方ともサーブミスでちょっとリズムが取れ合ってませんので、このリズムをどちらが先につかむかですね。はい、たびたび動きを見せている池田博美のサーブです、ね、そして原、ここはよく上げた、上げてますね、これセンター、そして池田開始、3対3同点。シャープですね、今の入ってきた逆方向へターンしながら打ってますね、はい、技術の光るエースアタッカー、そしてその弟セッターのヒロム、はい、ここはネットに当たってポイントになります。4対3、ラッキーですね今の。はい、まだ第2セットはちょっとこう落ち着かない展開になっています。はい、このラッキーをどう生かしていくかですね。池田ヒロムが上げて南條から、ここはうまい、あれは原くんだからこそできるプレーですね、ちょっとトスが乱れたんですけどね。はい、ですから力強く打つだけじゃないんですね。たびたびいいトスを上げている南條のサーブです。大舞台になればなるほど集中力が増す選手。ワンハンドで上げた、難しい体勢から返す、原博夢からクイックでいった、決まりました。ここは1番の国光のポイント。ヒロム君はやはりあのレシーブ来たボールに対してしっかりセットできるんですね、はい、向きがいいですね。素晴らしいセットだと思いますね。国光のサーブから原、中央からここはアウトになりました。今のアタッカーで一番打ちにくい戻るトスが戻ったんですね、はい、南條が上げて、ここは非常に力強い、はい、原のスパイクが見事に決まります。今の南條さんアンダーでうまく上げましたね。6対5、この第2セットも第1セット同様一進一退ですね。そうですね、木戸です。いいサーブ、いやー木戸さん今日はいいサーブを第1セットも見せていましたが、海進君はオーバーでレシーブしようとしたんですが、はい、弾かれましたもんね。うん、素晴らしいサーブだと、スピードのあるサーブで、あーナイス。そして池田海進決まります。7対6、再びリード。
鋭い踏み込み、いいジャンプ。決して体が大きいわけではないんですけれども、はい、もう両チームは対照的なんですね、はい、もう夢咲の方は男の子中心っていうか男の子が多くて、で女の子が少し、はい、で一方の国分寺の方は全員、原くん以外は全部女の子 で、 そうです、ね、原くんが男の子と一人ということで、はい、対照的なチームですね。ですから女子主体の混合と男子主体の混合という、そうですね、ありますね。ここは奥ギリギリどうか、入っています。4番坂下、この坂下もサーブで流れをうまく持ってきてますよね。速攻も得意にしている坂下です。ネット際うまく上げて木田海進、海進くんですね。この決定力、そして集中力、本当に素晴らしいですね。タイミングが9対6、スイングも綺麗ですね。だから男女の見分けは今ユニフォームを変えるっていう風になってるんですけどね。あ、このように男子の原くんだけが紺一色という、はい、そうですね、はい、だから対照的な色を使っているのが、まあ、全国で中心で主流になってますよね、はい、これは女子が中黒でっていうことですね。サーブの得意な坂下、ここもいいサーブですね。いいサーブですね。皆さん逆にチャンスになって池田海進、どうか、あ、アウトのようですね。まずかにアウトです。ちょっとコースを狙いすぎましたね、はい、原くんを避けてストレートに打ったんですけどね。9対7、こちらはキャプテンの岡田、10対7と変わります。ちょっと狙いすぎた。そして坪田、このように鉢巻きの後ろを持つことで肘が下がらない意識づけをしていると言います。そうですね、これも彼なりのルーティーンなんですね、はい、子供一人一人にはルーティーンを持ってますので、どうするとサーブがこうミスをしないかっていう工夫ですよね。この坪田のサーブです。南城から原、高い、真下に叩きつける。11対8、もう今のはもうどうしようもないですね。すでに第1セットを取っている夢咲がリードをしているところですが、さあ国分寺としてはここで離されないようについていくことが大事ですね、はい、ここで親が入ります。ここはアウトになっています。12対8、少し点差が開いてきた。今大会まだ1セットも落としていないという夢咲です。総合力ありますね。そうですね。そして攻撃的なサーブというのもチームで徹底してきました夢咲。南城から原、今日は何度もこのパターンで点を奪っています。サーブレシーブがきっちりセッターに A パスという形で返ると、南條さんがミートスを上げますからね、はい、そうするともう原君の独断上ですね。もうほとんどの確率で決めていますね、はい、ここは兄弟のまたトライになりました。しかしここはブロック、はい、南條です。ナイスブロックですね。12対10、原はサーブも強力。池田博夢から池田海進、正面、強いボールでした。13対10、混合の部のいいところは男子も女子ももう精査関係なく一体になってやってますでしょうね。そうですよね。それがいいですよね。コート上に男子も女子も一人以上いればいいというのがルールですよ ね、はい、ね、はい、原くんが決めてもみんな女子が盛り上げてハイタッチをしたい、はい、いい光景だと思いますね。各都道府県の代表が一堂に会して全国ナンバーワンを決めているこの大会も男女混合の決勝戦第2セット、14対11と夢咲がここまでリードをして、ここでテクニカルタイムアウトです。さあ第2セットも夢咲がここまで3点のリードですが、どう粘っていくかですね。そうですね、ここからですね、勝負は。でも海進君は鋭いですね、シャープですね、空中の姿勢がいいから、はい、原君のブロックをうまくかわせるんですね、はい、で、ひろむ君のサーブですね、はい、あ、ここはサーブでポイントにつなげていきました。
14点を過ぎてから3連続得点を取ると、はい、勝つ確率はもう 90% 以上あるんですよね。あ、そうなんですね、はい、ここですね、まさに終盤の連続ポイントは大きく有利になっていくという中で、はい、さあここは主導権が入れ替わって、さあセッター南條さんのサーブですね。あったー、ここも奥です。16対12。サーブミスの後のサーブミスっていうのは大きいんですね、はい、リズムが、なかなかリズムが戻ってこない状況になっちゃいますからね。国光のサーブ返せるか、返っています。池田会心、会心決める17対12。会心くんが狙ってますけど、はい、今のヒロム君のジャンプとさ本当に素晴らしいですね、はい、レシーブも良かったんですけども、まだ5年生ですけれども、はい、本当に楽しみな選手ですね、はい、南條から原、ここはタッチがありました、うん、さあ粘ってほしいですね、まだまだいきますよ。ここは両エースが粘って、そして持ってるものを出し切っていけるか。ここも池田会心、威力がある、飛び込んでいったが取れない。18対13。さあ夢咲が、会心くんのスパイクは切れ味が鋭いですよね、そうですね、決して重くはないんですけど鋭い。18点まで来ました。ナイスサーブ、6度目の全国夢咲、ボールが上がってネット際、うん、ここは少し嫌なところに、そうですね、これはちょっと二段トスが乱れましたね、はい、やっぱりネット際は原くん強いですね、北部陣のキャプテン岡田柚子です。チャンスです。さあ、ここもトスがちょっとここは打てなかった。ヒロムから国光、さあこのラリーをどちらが制するか、会心くんでしょう。池田会心吸い込んだ、19対14。今はもうストレートで打ってるんですね、原くんを避けてね、しっかり見てますね、ブロックを。さあ19対14まで来ました。さあまた坪田くんのサーブですね、はい、ハチマキサーブ、原決め切るか、よくつなぐ、このレシーブの粘りが夢咲です。また原くんでしょう、もう一本原でいく、ここは決めてきました。やはりトスがいいと打ちますね、そうですね。さあこの1点、第1セットは非常にこの柏富がサーブからポイントにつなげるシーンが多かった。ここは相手のブロックをよく見てのこのスパイク、もうあのインナーですよ、アタックラインの中に打ち込んでますね、うまく手首で角度をつけてるんですね、はい、さあマッチポイントを迎えました夢咲、20対15。井上大河のサーブ、このサーブが入った、決まっている、タッチエースですね、夢咲 JVC 勝ちました。6度目の全国大会で悲願の初優勝、高さではかなわない相手に全員バレーでストレート勝ち、予選から一つのセットも落とすことなく全国の頂点に立ちました。工藤さん、はい、夢咲がストレート勝ち、高さ不足を感じさせませんでした。海進くんのスパイクは目立ちましたけど、サーブで最後まで攻め切ったっていうところが一つですね、そうですね、あとレシーブが素晴らしかったですね、はい、総合力があったっていうことでしょうね。あの敗れた国分寺の方も原くんを中心にしながらみんな女子がとても頑張ってたと思います、とてもいいチームだと思いますね、これからの、まあ、混合の部の両象徴といいますかね、はい、典型的な2つのチームを今回は見れたのではないかと思いますね。第39回全日本バレーボール小学生大会男女混合は兵庫県の夢咲 JVC が優勝に輝きました。初めて男女混合で参加した今大会で見事優勝を成し遂げています。さあそれでは勝ちました夢咲の喜びの声を聞きましょう。見ての通り小柄なチームなんですけども、小さくてもできるんやということをね、この全国大会でみんなに見てもらおういうので頑張ってきたんで、それが出せれてよかったです。めちゃくちゃ嬉しいです。心に一つになれたことが勝因だと思います。苦しい場面でトスが上がってくるので、それにしっかり決めきることができたのでよかったです。どこのポジションに入れられてもしっかりと
何でもできるような選手になりたいです。それでは表彰式の模様をご覧いただきます。さあ工藤さん、3つの決勝戦が終わりました。はい、39回目を迎えた今大会ですが、全体を通しての印象いかがだったでしょうか。そうですね、男子は両強豪チームの決勝戦ということであったんですが、女子と混合については新生チームの進出ということで、また新たな風が吹いたような気がいたしますね。それからそんなに大きな子どもたちもいなかったんですが、小さい子どもたちでもこのぐらいできるんだっていうのを示してくれた大会ではなかったかと思います。で、来年はいよいよ40回大会という記念大会なんですが、東北で行われます。はい、これは東日本大震災の復興記念ということも兼ねておりますので、また小学生バレーに新しい風が吹いてくれるのではないかなと大いに期待しているところであります。はい、今大会も男子女子そして混合と素晴らしいプレーを子どもたち見せてくれました。この放送の解説は日本小学生バレーボール連盟会長工藤則夫さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。4日間の、熱戦の、日が今幕を下ろしました。ただいまをもちまして第39回全日本バレーボール小学生大会、全国大会の閉会をいたします。ありがとうございました。